さんこんにちは、かっちゃんです。いやということで今日は冷凍のチキンライス。今日は夏休みの簡単レシピ第2弾ということで、夏休みの昼結構面倒だとこういう冷凍食品なんかがねすごい便利だと思うので、かっちゃんすごいこう喫茶店に行くの好きなんですけど、今日はこのチキンライスにちょっとプラスアルファして星のコーヒー風スフレドリアを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。お好みの冷凍チキンライス。冷凍のチキンライスはあらかじめ加熱して冷まして余熱を取っておきます。卵を卵黄と卵白に分け、卵黄は塩コショウを少々加え溶いておきます。卵白はミキサーで泡立ててメレンゲを作っていきます。メレンゲが出来上がったら先ほどの卵黄に3分の1を加え、よく混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら先ほどのメレンゲに加え、メレンゲを潰さないように混ぜ合わせていきます。ほとんど混ぜてるか混ぜてないかくらいの、これくらいの混ぜ具合で大丈夫です。加熱したチキンライスの上にチーズをたっぷりと乗せます。おーチーズ、足りない分はスラウィスチーズ。チーズをたっぷりと乗せたら混ぜ合わせたメレンゲをこんもりと乗せていきます。こんもりとこんもりとこコンコンコンもっこりと大丈夫これ。山を描くようにメレンゲを乗せたら180度の余熱で温めたオーブンで焦げないように様子を見ながら15分ほど焼いていきます。トースターの背が高い人はオーブントースターでもできるので、オーブントースターでも大丈夫です。レンさん、よし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 。ほんとカメラ嫌いやな。僕毎日夏休みなの。ほらアレンって食べれん食べれん。ちょ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 。はい、では今15分焼いておいたので出してみましょう。こんな感じで焼き上がっております。じゃあ上からパセリを少々をパセって少々パセって少々散らして、はい、ではこんな感じで冷凍食品のチキンライスでスフレドリアの完成です。こんな感じでできました。今回は夏休みレシピ第2弾ということで、結構冷凍食品って冷凍庫に入ってると夏休みなんか便利でちゃちゃっと食べれるものが多いんですけど、そのまま食べるのも寂しいかなっていう感じがしたので、アレンジしてスフレドリアにしてみました。コーラで乾杯。あー、じゃあ早速食べていきましょう。の中が卵でジョバジョバ。あ、美味しい。お、チーズがすごいっす。卵をスフレ状にすることでホワイトソースとか使わなくても冷凍のチキンライスだけでドリアっぽい感じを味わえるんじゃないかなと思います。真ん中でとろけたチーズがまた味を濃厚にしてくれて美味しくなってます。卵の味付け自体もほんとちょっと塩コショウするだけでチーズに味があるし、チキンライスにもしっかり味がついてるので、味付けはねほんとちょっとするくらいでいいと思います。おいチーズ。ほんと作るのすごい簡単なので、夏休みとかにも限らず、私もまあ基本仕事終わってから動画撮ってるんですけど、一人暮らしなんかで仕事終わりの方にもおすすめなんじゃないかなと思います。いや、なにこれ、はぁ、スフレっとる。美味しい？美味しい。爆食。うん。はい、ということで今日は冷凍食品を使って星のコーヒー風スフレドリアを簡単に作ってみた動画でした。夏休みのお昼って結構めんどくさいと思うんですけど、冷凍食品とかをうまくこう利用しながら作ると毎日飽きずに、かつ料理を楽しみながらお昼食べれるんじゃないかなと思います。メレンゲ作ってすごい簡単に作れるスフレドリアなので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。
シャバダバイスフレドリア。スフレドリアって美味しくて気持ちがなんかふわふわになるよね。